試合終了9秒前のミステリー、やっぱりミスジャッジということで、これ起きてしまいました、キャッツ戦で。本当残念なことでミスジャッジだと思うんですけども、この最後の9秒間で、15メートル飛んでないということでプレーオンになってしまって、ジュロングの20メートル飛んだジャーミー・キャメロンのマークが認められなくて、2点差で負けてしまったんですけども、ちょっとこのビジョンがあるので、ね、このビデオを見ながら解説したいと思います。最後これ2点差だったんだよね、キャッツ2点差を追いかけてるし、はい、もう本当に最後の5分はすごいいい試合で、ジュロング勝ってたんですけど、トム・パプリーがゴールを決めて2点差で負けてて、こういう感じだったんですけども、これルール的には15メートル飛ばないとマーク認められなくて、でアンパイアの中でも15メートル飛んでなくてプレー4球試合になってしまったんですけども、ここですよね、ここでジュロングが蹴るんですね、蹴って、これがジェラミー・キャメロン5番のプレイヤーにマークすると思ったら、もうずっとプレイヤーになってしまって、時間切れで結局2点差で負けてしまうんですけども、これはルール的にはあとでね、アンパイアが言ってたんですけども、15メートル以上飛んでたと、なのでこれはミスタッチなので、もう本当残念なくジュロンが2点差で負けちゃいました。タッチもなかったのかな、これタッチをしていたら何メートル飛んでもプレーオンなんだけれども、タッチも誰もしてないのに、これはちょっと不可解というかね、15メートル飛んだかのように見えたんだけど、マークフリーキックはもらえてないよね。そうですよね、本当にもうジェロミー・キャロルも本当にびっくりしてて、本当に分かってない状態だったので、みんな判定をしたフィールドアンパイアは経験もあるんだよね、360試合以上出てるし、このマッシュ・ニコラス、フィールドアンパイア、有名な人だもんね。有名ですね、ずっとプレーして、こういう大切な大きなビッグゲームをアンパイアしてるフィールドアンパイアなんですけど、みんなね、ミスすることはあると思うんですけど、ただそのジャッジのタイミングとね、時間がなかったのがちょっと残念だなと思って、そのジャッジのコーリングがこの9メートルぐらいでプレイオンと言ってたので、もしかしてコーリングが早かったのと、あとそのゴールスクエアちゃんとしたら6メートルっていう基準がここにね、グラウンドに書かれてるので、それを見たらもう15メートル以上飛んだってすぐにバレる、分かるんじゃないかなと思ったんですけど、コーチ、クリス・コットのプレスコンフレンスで、これはみんなミステイクすることなので、ジュロングがちゃんとね、勝っとけばね、ちゃんとこういういいスコアでね、勝っとけば、こういうことになったの、次、ジュロングとしては、たくさん勝ちたいですね。これ、面白かったね、試合後の監督の記者会見もね、クリス・スコットの会見、めちゃくちゃ文句言うだろうなと思って見てたら、なんか、ものすごいジェントルマンで、何かこれ、もらってんじゃないかなっていうぐらい、いや、審判もものすごいタフなコールだし、試合の、もう最後ね、2点差だもんね、審判も多分、選手と一緒にドキドキしてるし、通常の心理状況じゃないと、なんか、すごい理解してたよね、審判のことを、あれはしょうがないって言ってたもんね。そうですね、しょうがない、ラウンド2でしたっけ、ブリスベンの戦で、うちらもラッキーなコールをもらったと思ったので、クラブとしては、ちゃんとね、たくさんゴール蹴って、アンパイのジャジに勝ち負けを、出さないっていうモチベーションになりました。でもやっぱりこうやって審判の担当者が、あれはミスジャッジでしたっていう試合後、すぐにね、そうやって判定をしてくれると、みんなが納得するし、次に進めてね、こういう文化とか風習って、やっぱいいなと思いますね。はい。